マイケル・ランドーはアメリカのギタリスト、レコーディングエンジニア。1980年代から1990年代にかけてスタジオミュージシャンとして大きな成功を収めた。1958年、カリフォルニア州ロサンゼルスに生まれる。ジミ・ヘンドリックスやクリーム、レッド・チェッペリン等を聴き好んで育ち、11歳の時にギターを始めると、ついで徐々に、 ジャズやフュージョンにも傾倒し始める。高校時代に学内で結成されていたバンドに加入する。このバンドには同校の一学年先輩で友人のスティーブ・ルカサーが在籍していたほか、それ以前にはジェフ・ポーカロ、デビッド・ペイチ等も参加していた。高校を卒業してすぐにプロとしてのキャリアをスタートさせ、ルカサーの後任としてボズ・スキャックスバンド等に参加していた。 1980年、ロサンゼルスのスタジオミュージシャンによって結成された AOR グループマクサスに加入し、翌年アルバムマキサスを発表。ここでの卓越したギタープレイが大いに注目を集め、以後セッションプレイヤーとして、ピンク・フロイド、マイルズ・デイビス、ロッド・スチュワート、ジェームス・テイラーなどの大物の作品に起用される人気ミュージシャンとなった。 さらに多くの日本人ミュージシャンの作品にも参加している。1990年代からは自身のソロ活動やバンド活動も精力的にこなすようになり、1990年には初のソロアルバム Tales from the b a l g s を発表。以後、セッション業と並行しながら、これまでにソロ、バンドを合わせて13作のアルバムを発表している。ネット上の音楽コミュニティサイト、 マイスペースに自身のページを持っており、そこでいくつかの作品を聴くことができる。セッションプレイヤーとして、また卓越したギタリストとして多く、プレイヤーに影響を与え、スティーブ・ルカサーと並び称される存在となっている。そのルカサーも、ランドーを世界で5本の指に入るとの賞賛を送っている。また、レコーディングエンジニアとしても著名であり、 友人のスコット・ヘンダーソンの作品にエンジニアとしてしばしば参加している。カリスマ・バーニング・ウォーター・ザ・レイジング・ホン・キース・ストール・ンフィッシュ・ブルーホーン・レネゲード・クリエーション。ありがとうございます。